い、わかりました。右手側、はい。はーい。大丈夫ですか？大丈夫です。ではよろしくお願いします。はい、この度はおめでとうございます。ありがとうございます。改めて感想を聞かせていただけますか？はい、私自身10代の時に、10年前ですね、ちょうど15歳の時に、このベストジュエリードルサ賞という名誉ある賞を10代部門でいただいてから、それから10年が経過して、なんかすごく私にとっては本当にあっという間の10年間だったんですけど、そこで出会った人々であったりとか、やっぱりこうファンの皆さんもそうですけども、スタッフの皆さんや共演者の皆さんと、いろんな、ご縁があり、やっぱりその中で先ほど授賞式の際にも言ったんですけども、ドラマで着用させていただいたナディアさんのジュエリーを今回今日も身につけさせていただいて、そういった縁とかもすごく感じて、私自身ずっと心の中にジュエリードルベストジュエリードルサ賞というのがあったのかなっていうふうに思います。当時は15歳で、はい、最年少でのジュエリードルベストジュエリードルでしたけれども、はい、20代になってもらうとまたちょっと気持ちっていうのは違うものですか？そうですね、やはりその時はこうジュエリーとの縁というかあまりなく、大人の女性が身につけているイメージだったので、10代の時はこう綺麗だなとか素敵だなと思いつつも、自分にはこう手の届かない距離感にいるものだと思っていたので、なんかこう20代になってから仕事とかで身につけさせていただく機会が増えて、なんかこう自分自身もジュエリーを身につけることですごく自信を持てるようになったりとか、気持ちの変化みたいなものはあるなっていうふうに思いました。今日は衣装もちょっと大人っぽいような、背中もすごく素敵だったので、もしよろしかったらちょっと見せていただいてもよろしいですか？後ろですか、はい、こういう感じですか？いや、もうすごい素敵だなと思いました。一周回る感じですか？はい、ありがとうございます。その素敵なジュエリーをつけてどこか出かけたいとか、その夏遊びに行きたいところとかありますか？お出かけ、そうですね、私先日ロンドンに行かせていただいて、千と千尋の神隠しの舞台だったんですけども、そこですごくロンドンの皆さんがジュエリーを身につけつつも、先ほど直美さんがおっしゃってたみたいな、すごくラフな格好をされてる中でのジュエリーであったりだとか、でもすごく輝いて見えたんですよね。だから私もやっぱり海外旅行の時とかにジュエリーを持って行ってつけたりとかもしたいなという。はい、20代のうちの抱負、何ですか？何だろうな、20代のうちの抱負、10代の時は本当に10代で受賞させていただいてからこの10年間っていうのは、やっぱりがむしゃらに前だけを見て進んできた道のりだったなというふうに振り返ると思っていて、だからやっぱり自分との向き合い方であったりだとか、お仕事に対しての向き合い方とか、プライベートもそうですけど、なんかこう25歳っていう年齢を迎えた時に、なんか自分がもう25歳なんだっていう感覚だらけだったんですけども、いろいろ考えるような見つめる機会みたいなものもたくさんあって、アウトプットだけではなくインプットの時間を増やしたりだとか、なんかもうちょっとその人として成長できるように、仕事も丁寧に、着実にやっていきたいなっていうふうにすごく思っていて、今ありがたいことにたくさんのお仕事をいただいて忙しくさせていただいてるんですけども、そこがこの先ずっと続くとは分からないお仕事だなと思っているので、
人との縁を大切に、やっぱりこう丁寧さをなくさず、20代のうちに30代でお仕事をする人たちとも多分出会えると思うので、初めて会った人にまた私とお仕事したいと思ってもらえるように、あの大切に丁寧にやっていけたらなというふうに思います。どうでしょう、30代40代もジュエリーベースドレッサーショー払いたいなみたいな気持ちありますか？そうですね、あのぜひいただけるのであれば本当に嬉しいですし、やっぱり今日受賞されてる皆さんもあの見ていて本当に輝いているなというふうに思っていて、先ほど裏で少しあの篠原さんとお話をさせていただく機会があって、本当に気さくに話しかけていただいて、こういう女性になりたいなっていうふうな像をずっと体現されてるのがすごく素敵だなと思っていて、だから私もやっぱり、憧れだけではなく憧れられる人になれたらいいなというふうにも思いますし、そのためにはやっぱりこう年々あの30代になっても40代になっても、自分自身が学ぶことを、なくさず自己研鑽に励んで、納得しないっていうことは大事なのかなというふうに思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。